with a three-run home run. I'm sorry, a two-run home run. Tack on two more. Swing and a miss. 1-2 to point. And a swing and a miss. And that pitch is a high hop. Fielded by Top Hunter over inside. And that pitch is driven up to right field. And you can get out of this ballpark. A three-run home run. Jason Hill on a line on time. And boy, oh boy, he's giving Hill. One of, if not the best pitcher in the world, and Adam Folkert, and it's a ground ball. Come on, flipped over the second, it's all over. The Hill United Chiefs are the 2015 ISC Men's World Champions.自動織機森田祐介選手です、今日はよろしくお願いします。お願いします。まず最初に、はい、ISC というもの自体をあまりよく僕が知らなくて、はい、で去年の世界選手権に行った時に、あの松田さんだったりとか、他の選手にこういうのあるよっていうのをちょっと聞いて、でそれで興味が出て、はい、で松田さんが実際に2015年の世界選手権が終わった後に、はいはいはい、ニュージーランドで終わった後にかな、はい、行ってると思うんですけど、うん、そうですね、はい、それをどうやって行ったんですかって聞いたら、うん、あの選手の紹介で行ったって言って、あ、じゃあこういう大会があるんだっていうのがまず一つ自分で思って、はい、でそこからじゃあそういうのに僕も行ってみたいなっていうのが最初のきっかけですね。まず一番最初にやったのが、あの世界選手権行って、あのいろんな国の人と、うん、喋る機会があって、で、まあ、僕は英語喋れないんですけど、はい、いろいろ聞いて、はい、で終わった後も結構 Facebook だったりとか、メッセンジャーとかでいろいろ聞いてて、はい、で ISC ってどういう大会なんですかって聞いたら、まあ、結構向こうの人が親切に教えてくれて、こういろいろな国の方たちが来るよ、じゃあそれはどういう風に参加できますかって聞いたら、はい、今年はもう遅いけど、こういうサイトがあって、ここのサイトに登録すると、チームからオファーがあって、でチームとその個人のやり取りでチームが決まるよっていうのを教えてもらって、でそれでそのサイトを教えてもらったのが去年、夏頃教えてもらって、でその夏の終わりにちょうど大阪に桃次郎のところに練習試合行くきっかけがあったので、その時に、あ、じゃあドニーさんに聞いてみようって思って、でドニーさんにこういうサイトがあるんですけど、これってどうやって使うんですかって聞いたら、あ、そのサイトを使ってやることは可能だけど、俺が紹介してやるよ、探してあげるよって言ってくれたので、じゃあちょっとお願いしてもいいですかっていうのがきっかけ で去年の夏にお願いして、で今年の4月ぐらいからあの探してもらって、でそれで6月7月ぐらいにチームが決まって、でその間に僕も休みをやっぱり会社にもらわないといけないので、あの最初に会社の職場の方にこういう大会があるんですけど、有給で行かせてもらえませんかって言ったら、
かなり職場の方が理解がある職場なので、そうですか、はい、有給で行く分にはいいよって、って言ってもらえて、はい、でやっぱり家族、嫁さんとかにも、うん、こういうのがあるけど行きたいんだけどっていうのを事前に言ったら、うん、いいよって言ってくれたので、で最後にやっぱり亀井さんチームの監督にも言ったら、うん、行けるなら行った方がいいよっていうみんなの理解を得て、はい、そうですね、文化の違いっていうのが一番最初にあって、うん、あのブレーメンとかもそうなんですけど、うん、日本人っていうのはもうはっきり言ったらちゃんとあの2時間前からアップして、うんうんうん、でしっかり体を作って試合にガッと入るんですけど、うん、外国人の方っていうのは、うん、なかなかこう緩く、うん、入るんですね、はいはい、あの僕が行ったチームっていうのもあるんですけど、はいはい、何も喋れないので最初はもう金魚の糞みたいについていくんですけど、はいはい、あのライトの奥で次の試合だから、はい、ゆうすけ次の試合だからって言われて、はい、あそうなんだと思って、はい、ふわーっとして、あまだこの人たち動かないのかなって、うん、ずっと待ってたら、へいゆうすけベンチ入りだって言われてえっと思ってベンチ入ってから、あじゃあやっとキャッチボールかって思ったら、はい、リーディングヒッター、うんうん、センター森田ってもうすぐに場内アナウンスがかかって、うんうんうん、あっみたいな、うん、だからもうちょっとアップはあまりせずに、うん、そのままブレーメンに関してはやっぱり、うん、ニュージーランドだったり、うん、この前のチェコに行ったりとかもそうなんですけど、うん、やっぱり一番の違いはピッチャーの投げる球もそうなんですけど、うん、ストライクゾーンがすごい外に広くて、うん、外のローボールを取るという、うん、なんか日本で言ったらホームベースの中に四角がある形なんですけど、うん、肘から、うんうん、膝までの四角なんですけど、うんうん、それがそのままその大きさのまま、うん、アウトコースにずれてる、うんうん、アウトローにずれてるって感じ、うんうん、で、まあ、インハイとかは全然取らなくて、うん、まあ、インコースもあんまり取らずに、うん、ベースかかってるんじゃないかなっていう球も取らずに、うん、そのままアウトローにずれてちょっと白線ぐらいまでは取るかなっていうのが最初ちょっと苦労しました。今回のチェコだったりとか、うん、もうISC だったりとかは本当にもう白線の奥までストライクを取るなっていう、うんうん、まあ、慣れるんですけど、うん、一番最初はちょっとびっくりしますよね、それはねそうですね、マジかみたいな、なるほどっていうのがちょっと印象的でしたね、はいはい、どうやってこう対応してきました、そこに。やっぱり自分の今後の課題にもつながっていくんですけど、うん、やっぱりあまり追いかけないことを、うん、意識してやってましたね、はい、やっぱり詰めて立つので僕はベースに、うん、詰めて立つので意外と届くので、うん、外が外が外がっていう風に、うん、追いかけずに、うん、ちょっと気持ち体重だけ、うん、外側に寄せる感覚で、うん、後ろで打つっていうのをしっかり意識して、なるほど、その時はやってました。結構もう世界選手権で、うん、もうベスト8に入ってくるような上位の国だったりとか、うん、その別に世界選手権のベスト8入らなくても、うん、やっぱり国々でいい選手だったりとか、うん、前回入れなかったドミニカだったりとか、うんうんうん、で世界選手権に来てないメキシコだったりとかも、うんうん、もうそういう選手たちも結構いろんなチームにいて、うん、でアルゼンチンなんかはもう各チームにいるんですよ、うんうん、もう各チームに3人とか4人とかずつぐらいいて、うんうん、だからもうどこの試合をどこのチームのゲームを見ても、はい、あのピッチャーあこのピッチャーやみたいな、うんうん、あの選手あ見たことあるなみたいな、うんうん、そんな選手ばっかりもう本当世界のトップレベルの選手ばっか集まってやってました、うん、でまあ、その中でやっぱり日本人って僕一人だったので、うん、やっぱり行くこと今回すごく難しかったんですけど、うん、やっぱり今後日本がやっぱり、うん、なかなか遠征で出ていくのって難しいじゃないですか、うん、そうですね、やっぱり女子と違って、うん、そうですね、やっぱりなのでそういうところにやっぱり期間も短いので、うん、来年とか、うん、まあ、今後何年かかけて、うん、やっぱり日本人がああいう場にいろいろ来るっていうのが、うん、そういうパイプみたいなものもできれば、うん、なるほど、もっと来やすくなるのかなっていうのはすごく感じました。最近アルゼンチンが強くなってきたじゃないですか、うん、はいはいはい、ジュニアから上がってきて、そうですね、はい、ですごい今回行ってめちゃめちゃアルゼンチンの子も僕らのチームにいたので、うん、はいはいはい、3人いたので、はい、
でアルゼンチン人はアルゼンチン人同士でめちゃめちゃ仲いいんですよ、うんうん、なのでもうどのゲーム行ってもアルゼンチン人いるんで、うん、だからみんな試合ない時はアルゼンチンのチーム、うんうん、試合ない時はアルゼンチンの試合見てるんですよ、はいはい、みんな固まって見てるんで、うんうん、ですごく仲良くなったのでいろいろ話を聞いたら、うん、あの誰に紹介して来たのって言ったら、うん、また、うんうん、今あの代表でやってる、うん、誰に紹介してもらってきたのと、うん、ゴドイとかやっぱり選手が選手を紹介してるんですよ、うんうんうん、で全員で32人アルゼンチン人いたんですよ、うんうん、でそれその中にはやっぱり今年の夏ジュニアでやった子たちがそのまま来てるんですよ、うんうん、なるほど。やっぱりそういうジュニアでやってる子たちがそのまま来れるっていうのが、うん、やっぱり今のアルゼンチンの強化につながってるのかな。なるほどね。まあそういう場にそうですねもう行くことが当たり前といえばあれですけど、当たり前のような、うん、多分すっごい若い子たちばかりなので、うん、そんな、うん、あのすごい年齢のいってる人たちはなかなか見かけなかったので、うん、あるで、うん、もうほんと数人ぐらいだったので、うん、やっぱりこの若い子たちが、うん、やっぱりひどあのそういうことを考えて選手を選手同士で紹介し合って、うん、じゃあ、うん、一人で生かすのはちょっと、うん、なるほどね、あの厳しいからっていう、うん、多分寂しいからっていうので、うん、各チーム3人なるほど、うまいことそこら辺をやってやって自分らのその腕を磨く場としてそうですね利用し活用してるという感じですね。そうですね、うん、だから日本もそういう形になっていければなかなか難しいと思うんですけど、うんうんうん、やっぱり生活面だったりとか、うん、そういう文化が違うのでそうですね難しいと思いますけどやっぱそういうのができてくれれば、うん、あの今後なんですけど、うん、やっぱりその日本リーグの選手だけじゃなくて、うん、やっぱり今大学生だったりも強いので、うんうん、その大学生があのインカレ前とかに、うん、あのちょっと1週間ぐらいステイで行ってみようかなとか、うん、試合に行って、うん、そのやって帰ってくる、うん、っていうのがなかなかちょっと国体予選と被ってるので大会期間、うん、そうですね、まあ、いろんな大会ね、今回もすごい無理を言わせてもらって、うん、理解してもらって、うん、理解してもらったのでなかなかちょっと厳しい。僕が入ったチームで全体的に感じたことなんですけど、うん、まずちょっと道具面で言ったら、うん、ボールが少し重いんですよ。重いっていうのは どういう？もうはっきり言ったらなんか水吸ったティーボールぐらい若干重いんですよ。本当にボールの抑えが効かないぐらい重くて、はい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 、でもそれを外国人に言わしたら、うん、重いかっていうんですよ、うんうん、まあ、多分それがもう普通なんでしょうね、まあ、気にすこれぐらい気にすんなぐらいのぐらい、僕らはもうずっとあのカーボールいっぱいになってカーボールやってますけど、うんうん、一緒の重さでずっとやってるので、うんうんうん、それがパッてキャッチボールもう試合前に初めて触ったボールだったので、はいはい、うん、本当にキャッチボールしたらえ重いけどみたいな、うん、あちょっとまあ水吸ってんのかなぐらいに思ったら本当にセンターに打球が来た時にボール返したら重っって思うぐらいちょっと重いかったんですよ。だからちょっとまあ日本のピッチャーはちょっと重く感じるかな、うん、苦労しそうですね。苦労するかなって思いましたね。縫い目とかはどうでした？縫い目はあの高くないですね。あの前の本当昔の白ボールより荒いぐらいの縫い目、なるほど、はい、でちょっと真ん中が重たい、うん、ちょっとずしっとくる重さですね。あと、まあ、やっぱり森田君といえばバッティングだと思うんですけど、得意な長所バッティングにあると思うんですけど、どうでしたか打席に立たれて。向こうで打席に立ってこれまた重いんですよボールが打った時に打った感触が打った時に、うん、実際あの長打を打った時に、はい、あこれいったかなってみたいな、そんな完璧な当たりじゃなかったですけど、うん、あこれいったかなどうかなって思う当たりがフェンチョクだったりしたことがあって、うん、なのでなんかあこれ普通バット割れるんじゃないかなって、うん、日本だったらまず思わないんですけど、うんうん、っていうぐらいちょっとバッティングもちょっと重かったですね。芯、うん、で捉えてる分にはいいんですけど、うん、ちょっと芯を外れた打球だったりとか、うん、そういった打球はちょっと詰まった打球とかは、うん、もう重さが直にくる、うん、なので逆を言えば外国の選手が世界選手権だったり来た時に、うん、簡単にこう外の球だったりとかを、うん、パツンと、はい、消えるような打球打つのは、う
あ、軽いからなのかなって、まあ、日頃そういうところで、そういうとこ、うん、そういうのに慣れてるから、うん、だからあれだけインパクトの瞬間が強いのかな、うん、インパクトが強くない乗せる選手だったりとかは、うん、多分あの当てただけだったりとか、うん、芯を使ってうまくやる選手だったりとかは多分まず向こうではボールが飛ばないなと思いましたね、うん、なるほど。向こうのピッチャーの、はい、球威、球筋変化とかどうでしたか。いや、これがわけわからんピッチャーが速いんですよなんで速いんかなと思ったら、うん、よう足元見たら一歩踏み出してるんですよ。うん、だこれもやっぱり文化の違いで、うん、やっぱ国によってルールが違うのもあると思うんですよ、うん、ISC はピッチャーが一歩踏み出して投げるのは OK なので、うん、なので速いんですよ。そこも審判も取らない。取らないですね、まず取らないですね。あ、まあもう自由に投げさせてるって感じ。まあ、もう許容範囲でというか、許容範囲で浮いたり前に出たりするのが、うん、クソ前に出てきて、そんな50センチも1メートルもそんなに前には出ないですけど、うんうん、まあ、靴1足分とか、うん、ある程度はもう自由にやらしてるって感じ。自由にやって思いクソ投げてっていう感じなんですけど、やっぱりその世界選手権に出てくるピッチャーだったりとかはしっかりプレーとルールもしっかりしてますし、なのでやっぱりちょっとそのアメリカ代表のピッチャーがちょっと落ちるかなって思うのは、やっぱりここら辺のピッチャーがちょっと国際基準で投げれないのかな。なるほど。っていうのがちょっと一つあります。正式な大会に行った時に逆に、そうですね、きちっとやってないがゆえに、そうですね、フォーカードだったりとか、カナダのピッチャーだったりとか、やっぱりこうアルゼンチンのピッチャーだったりとかも、やっぱり国際大会で投げてるピッチャーはきっちり、そうですね、あの僕はあの結構振るんですよ、うんうん、そうですね、ブンブン振るので、はい、早いカウントから振りますもんね。振るのが好きなので、はいはい、単純に好きなので振ってるだけなんですけど、うん、今回チェコに行った時もそうなんですけど、うん、岡本さんに言われたのが、うん、で ISC の時も自分もちょっと思ったのが、うん、あのやっぱボール球を振らないこと、うん、っていうのがやっぱり一つ、うん、低めのボール球を振らないことを一つこれから課題にしていきたいかなっていうのは、うん、やっぱり高めは当たると思うんですよ、うんうんうん、もう本当にメットの上ぐらいまで行ったら、うん、まあそれは厳しいと思うんですけど、まあ、全然腕に近いですもんね。そうですね、うん、高めは当たると思うし、うん、当たった時の恩恵がやっぱりでかいので、うん、高めはやっぱり追いかけてもいいかな、うん、やっぱりそこは技術なので、うん、一つ一つ自分が練習していければ、まあ、追いかけてもいい球なのかなって思うんですけど、うん、やっぱ低めに関しては、うん、やっぱり当たったところで、うん、やっぱりヒットやホームランになる確率っていうのがやっぱり少ない、うん、で今回行っても思ったのがやっぱり低めのボール球、うん、チェンジアップもそうなんですけど、はい、そこをどうやって振らずにやっぱ有利なカウントに持っていけるか、うん、でその膝から上の球をどうやって仕留めるかっていうのをちょっと、なるほど、やっぱり選球眼ですね、うん、高級筆打ですね。そうですね、やっぱりボール球を振るのはやっぱりそこはどうです、実際の膝元のドロップとかってどうです、消えるぐらいの切れ味ありますか。いや、そんなこともない。そんなこともない。そんな当たるんですよ、うん、当たるんですけど、うん、もったいないなって、まあちょっと確率的に難しいと、はい、それを低めのうまくさばいてきっちり運ぶっていうのはまあ高めの上のボールに比べると難しいってことですかね、どっちかというと。そうですね、前回世界選手権行った時に、うん、その世界選手権の前にニュージーランドに遠征に行かせてもらった時に、はいはい、ライズしか打てなかったんですよ、うんうんうん、ライズしか打てなくて、うん、でドロップはもうマジ消えるやんっていうぐらい、うんうんうん、全然打てなくて、うんうん、でちょっと一つ課題が、いや次ドロップ投げられるからドロップのを打てるように、うん、外のドロップを打てるようにと思って世界選手権行って、うん、で案の定やっぱりニュージーランドだったりアルゼンチンだったりとか、うん、外のドロップばっかり投げられたんですよ、うんうんうん、で外のドロップでカウント整えられて、はい、で高めのライズで、うん、一回起こしといて、うん、チェンジアップドロップで外のドロップで勝負っていうのをもうずっとやられてて、うん、でだんだん大会が進むにつれてやっぱり慣れてくるので、うんうん、ドロップが当たるようになってきて、うんうんうん、で当たるようになってきたんですけど、それがやっぱりセカンドゴロだったりとか、うんうんうん、で、まあ、最後の方はフライだったりとか打ち始めたんですけど、うんうん、でそうなっ
ってでそこでもやっぱり外のドロップで勝負されるから、うん、外のドロップをどうにかしないとって思って、うん、また1年経ってで今回チェコ行った時に、うん、ドロップ当たるようになったんですけど、うんうん、で最後ニュージーランドのニック・ヘイズのライズがなかなか仕留めきれなくて、うん、でまあああいう結果になっちゃったんですけど、うん、5 games of round robin play on Nick Hayes as Zane went leash out championship in New Zealand. He struck out 46 with 4 wins, scoring 8 in the bottom of first, and then the Czech scored 9 in the top of second. And now the count is full on Morita, swing and a miss asNick Hayes struck out the side. まあまずは、まあ、11月に選考会があるので、うん、やっぱりそれまでにやっぱり今回出た課題をしっかり、うん、しっかり課題を克服しないと、うん、やっぱりチームの力にはなれないので、はい、まず選ばれることはないと思っているので、うん、まずはしっかり自分が出た課題を一つ一つ潰して、うんうんしっかりした状態でまずは選考会に行くことが一つ目標であって、うん、でもしそれでまた行けるってなったら、うん、今度は前回の世界選手権でアルゼンチンに負けて、うん、でニュージーランド行った時もアルゼンチンに負けて、うん、で今回チェコ行った時はもう1年がアルゼンチンに勝たないと、うん、やっぱりメダルはまず見えてこないっていうのが一つの目標で、うん、アルゼンチンには絶対勝つっていうのを一つ目標で行って、うん、ニュージーランドに負けはしたんですけど、うん、アルゼンチンには勝てたっていうのがすごい一つ収穫があったので、うん、自分の中で、うん、で次はニュージーランドに勝つっていうのを一つ、うん、自分の中というか多分11月の選考会で選ばれた人たちは全員多分それを目標にしてくると思うんですけど、うん、そうですね。なので今回ニック・ヘイズがなぜ打てなかったのか、うん、やっぱりライズをタイミングがちょっとあって打ってるか半個遅いかぐらいだと思うんですけどそれでも下を振っちゃってたので、うんうん、なのでそこのライズをどうやって自分で克服してしっかり捉えれるようにするかをまずは目標、うん、目標というか課題ですね、はいうん、それをちょっとしっかりやっていく、ね、ソフトボールは僕はまあ聞こえは悪いんですけど、はい、趣味なので、はい、もう趣味を書く欄があったら、うん、まずソフトボールすぐ書くぐらい好きなので、はい、やっぱり野球は僕はやったことはないんですけど、うんうん、ソフトしかやったことないんですけど、うん、やっぱり障害スポーツっていうぐらい、うん、ソフトボールはやっぱり塁間も近いですし、うん、ボールも大きくて見やすくて、うん、なのですごい楽しいスポーツですね、うん、僕ですね今すごい協会の方たちだったりとか、うん、いろいろな方たちがソフトボールを活性化してくれてるので、うん、僕たちプレイヤーとしては、うん、まずそれを見て見てくれた人が、うん、あソフトボールってこんなに面白いんだ、うん、でやっぱりいろいろな仕掛けを皆さんがしてくれてて、うん、人の目に触れる機会っていうのがすごく増えてくる、うん、増えてきたと思うんですよ、うんうん、で直接見れなくてもやっぱり今の時代 YouTube だったりとかに、うん、みんなこう協会の方だけじゃなくて、うん、一般の方が試合を投稿してくださったりとか、うん、やっぱり取られる側の意思もあると思うんですけど、うん、やっぱりそういうのを見てすごく男子のトップレベルのソフトボールに触れる機会っていうのがすごく増えてきたと思うんですよ、うんはいはい、だからやっぱりそういうのをもっと今後どんどんいろんな方がやっていただいて、うん、それに見合ったプレーをやっぱ日本リーグだったりとか総合に出てくる選手だったりとかがやっていければなって思ってますね、うん、僕個人としてはやっぱ見てて気持ちがいいような、うん、僕も自身も好きなのでソフトボール、はいはいはい、やっぱりなかなかやりながら難しい顔であなんかこいつ怒ってるなみたいな顔ではなかなかやらないと思うんですけど、うん、やっぱ見てて楽しいソフトボールで、うん見てる人が見てるだけじゃなくてああ俺自分もやってみようかなって思えるようなソフトボールをしていくのが見せる側としてはやっぱり今後の課題かなって、ね、なるほど分かりました。
なんかこう子供たちに何かメッセージあります？これから下の世代がもう子たちもどん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 こう例えば上手くなりたいと思ってやってる子もいれば、まあ楽しくやりたいと思ってやってる子もいれば、いろんな子たちがいると思うんですけど、こう日本リーグの選手、日本代表の選手として、なんか子供たちにこうメッセージってあります？そうですね、まずはやっぱり興味持ってやることだと思います、ね。うんうん、やっぱり自分も小学校の時から、まあ、地域にソフトボールしかなくて、うんうん、ソフトボール、まあ、スポーツって言ったらソフトボールしかなくて、はい、で中学校に上がっても男子はソフトボール、うん、女子はバレーボール、はいはい、もう本当一択しかなかった、田舎の学校になかったんですけど、はい、そこで多分小学校の時に嫌いだったら多分中学校でできてないと思うんですよ、うん、やっぱり子供会でソフトボールやっていた時にやっぱり親だったりとかが持ち回りで監督コーチやってくれるんですけど、うん、みんな仲良くて、でみんな本気でやってたので、うん、知らず知らずのうちに子供も本気になったり、うん、楽しんだり、うん、で土日は当たり前のように車で別のチームのところ練習試合に連れてってもらったりとか、うん、すごいそういう経験があって、やっぱりなんか家族でどっかに出かけたとか、うん、そういうあの思い出よりはチームみんなでどっか遠征行ったとか、うん、そういう思い出ばっかりしかないですけど、うん、やっぱ根底にあるのはそれすごく楽しくてやってて、うん、で中学校に入っても楽しくて、うん、でみんなで勝てば遠征にも行けるし、うん、全国大会にも行って、うん、でみんなでやって楽しくて、でその延長線上で高校だったりとか社会人に入ってもやっぱりきついこととかありましたけど、うん、そのきついことでもやっぱり好きなことなので、うん、続けてこれたっていうのは、うん、まず子供たちには、うん、もう好きであることをやめないでほしいから、うん、なるほど、 やり始めたっていうのは何かしらやっぱりきっかけがあることなので、うん、そのきっかけでソフトボール嫌いになってほしくないな、うん、なのでやっぱり指導される方だったりとか、うん、親御さんにもお願いなんですけど、うん、やっぱり子供が気持ちよくできる環境を整えてあげてほしいな、うん、だったらもう勝手にやっぱり子供は好きでやってる分には、うん、やっぱり悔しさっていうのはスポーツなのでついてくるので、うん、悔しい時に嫌いになっちゃうと、うん、やっぱりその悔しさはやっぱり嫌なことでしかないので、うん、でも好きなことで悔しいことだと子供は頑張るので、うん、僕たちもそうだったので、うん、今でもやっぱり好きなので、うん、悔しいことがあったら頑張れるみたいな、活力やってる、そうですね、やっぱり好きであることを一番の念頭に置いたら、うん、まあ、子供はもうおのずと勝手に頑張ると思うんで、そういう環境を整えてあげてほしいですし、はい、そういう環境を整える手助けが僕らもできればなって、はい、分かりました、ありがとうございます。森田選手らしいこうソフトボール愛にあふれたメッセージだと思います。ありがとうございます。また今後も応援してますし、こうどういうプレーを見せてくれるのか期待してますんで、はい、日本リーグはじめ日本代表の方でも頑張ってもらえればと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。